放送席、放送席、そしてメットライフドームにお越しのライオンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まずは当のヒーロー川田投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は7回2失点まずはご自身のピッチング振り返っていかがですか。 うまく粘れたと思います。今日はどんなところにテーマを持ってマウンドに上がったんでしょうか。やっぱり一番武器であるスライダーを低めに集めることを集中して、はい、投げました。チームは最終的に16得点、まあ、かなり心強い援護だったと思いますが、どんな思いでチームのバッティングを見ていましたか。点取られてもいつも逆転してくれると信じているので、自分は思いっきり投げることができてます。そして田畑投手、これで昨日の菊池選手に続きご自身も開幕から5戦5勝となりました。今大歓声も起こりましたが、この結果いかがですか。いやできすぎぐらいなので、まあ気引き締めて次も頑張っていきたいと思います。まだまだこの後の勝利期待していると思います。改めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。まだまだシーズンは続くので、これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。ナイスピッチングでした。田畑投手でした。では続いて打のヒーローです。山川選手です。ナイスホームランでした。昨日に続いてのホームランとなりましたが、あの打席振り返っていかがですか。前飛ばさんといけんと思って打ったら入りました。秋山選手が勝ち越しのタイムリーを放った後の、まあ、チャンスという場面でしたが、打った瞬間いかがでした。いったなと思いました。今日もチームは16得点。改めてですが、このチーム打線の好調の要因どんなところにあると分析してますか。ちょっと分かんないです。ご自身の好調の要因はどうですか。ご飯しっかり食べて、朝早く起きてるんで打ててると思います。まあ、今日はゴールデンウィークということもあり、お子さんも、ね、たくさん試合見に来ていると思いますが、どうしたら山川選手のようなホームラン打てるでしょう。ステーキたくさん食べてください。さあ、そしてこれでチームは開幕から本拠地11連勝となりました。まだまだファンはこの数字続いていくことを期待していると思います。ファンの皆さんに向けて一言お願いします。明日も勝ちます。頑張ります。ナイスホームラン山川選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてもう一人打のヒーロー秋山翔吾選手です。5回の一時は勝ち越しとなるタイムリー、あの打席を振り返っていかがでしょう。もうあの金子が足で作ってくれたチャンスだったので、まあ、その前に2個三振したのもあったんです。とにかく前に飛ばしたいと思って打席入りました。まあ、本当に今シーズンライオンズの打線好調、その中でも一番としてチームを牽引する秋山選手ですが、チームの打線の好調の要因どのように見てますか。それは監督に聞いてください。一番バッターとしてはどんなところを意識していつも打席に立っているんでしょう。まあ、今日みたいに情けない2三振を見せてからでもいろんな選手がカバーしてくれるんで、まあ、自分がやれるところをしっかり取り返せるようにいいプレーができるようにと思ってやってます。そして今日の試合、秋山選手は一人親のお子様を招待し、さらに小学生以下のお子さんたちにもグローブを配布したりというところですが、本当に今日集まったお子さんたちにも夢を与えるようなプレーできたんじゃないでしょうか。まあ、そうですね。じゃないとここに立ててないと思うんですけど、まあ、本当に球団の方がグローブ作ってくださって、野球人口を、ね、増やすという思いを持ってやってくださったことで、まあ、今日本当にいいゲームが見せれたんでね、まあ、これからも応援に来てほしいなと思います。
さあゴールデンウィークまだまだ試合も続いていきますが、今後に向けて最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。いや本当に少ない休みの中ね、ここの球場に来ることを選んでくださって本当にありがとうございます。これからもいい試合見せたいと思いますので応援よろしくお願いします。ナイスバッティングでした。秋山選手でした。ありがとうございました。ということで今日は3人のヒーローインタビューでした。田畑、山川、そして秋山、秋山の話にもありましたが、今日はお客さんチケット完売32,741人、今シーズンメットライフドームは最多のお客さんが詰めかける中でのゲームということになりました。やっぱり子どもたちはこうやって勝ちゲーム見られて、たくさん点が入るゲーム見られて、そうですね、勝つっていうことがね、やっぱり勝つ喜び、はい、嬉しさっていうのをね、肌で感じてもらえるとやっぱりね嬉しいですね。そうですね。で今日は実はこの後はまたグラウンドで子どもたち参加の野球教室ですか、星野さんも参加されると聞きましたけども、もう一つお仕事が残っておりましてね、楽しみにしてると思いますね。キッズ相手にちょっと、頑張ってまいります。ですね、ですからもう今日は本当メットライフドームはこの1軍のゲームが行われて、またその流れの中で子どもたちもね、これだけいいゲームを見た後また楽しくこのメットライフドームで遊べるという1日になってますが、山川選手言ってましたけども早起きしてっていう話がありましたが、本当にナイトゲームの翌日のデーゲームであっても森選手と一番早いんですよね今年は。そうなんです。早くに来てもう誰よりも早く2人で外野でウォームアップして、練習に入っていく、ルーティーンといいますか、変技を担ぐ選手がやっぱり、多いので、そういうのは絶対変えないと思いますね。調子悪くなっても続けてもらいたいですよね。そうですね、ステーキを食べれば野球が上手くなると言ってましたけども、本当に体を大きくしているところもあるでしょう。あとは川田投手も今日はナイスピッチングということになりました。先ほど選手がサインしてくれたパネルをファンクラブ会員の方にプレゼントいたします。応募方法など詳しくはオフィシャルホームページをご覧ください。今日は先発全員安打、投げては川田が菊池雄星に続く